プロトレックのバイオマスプラスチックを採用したクライマーライン PRW6900 についてご紹介いたします。アウトドアのアクティビティで人気のあるキャンプ、その中で近年脚光を浴びているのがブッシュクラフトです。ブッシュクラフトとはフィールドに持ち込む道具を必要最低限に抑え、極力自然の中にある素材を利用して自然と一体化することを楽しむキャンプスタイルです。ブッシュクラフトはイメージにあるようにアウトドアフィールドでの生活の源となる焚き火や、木を斧やアウトドアナイフで荒々しく切り出しテントを設営するなど、ワイルドなシチュエーションがいろいろとあります。このモデルはこのようなワイルドなブッシュクラフトをイメージし商品に展開しました。特徴となるのはソリッド感あふれるメタルのベゼルです。これまでのプロトレックはリング状のベゼルを多く採用してまいりましたが、このモデルではブッシュクラフト、ワイルドなアウトドアスタイルを印象付ける商品として型にはまらず自由にデザインを進めてきました。今回のラインナップには革バンドもご用意していますが、このバンドには火の粉でも炎症しにくい難燃素材をプロトレックとして初採用しております。またダッチオーブンに見られるような鋳造の持つ独特で荒々しいイメージを文字盤上面にテクスチャーにて展開。メタルベゼルも上面に引き加工を施し、外周には削り出したような大胆なカット面を施しました。細部にわたりブッシュクラフトの世界観でデザインしました。さらにこのブッシュクラフトの世界観を表現するために十字側の小針にもこだわりました。この小針の形状はブッシュクラフトのメインツールであるアウトドアナイフをモチーフとし、ちょっと遊び心のあるデザインとしました。よく見るとわかるさりげないこだわりを表現しました。太く視認性の高いメイン針につきましてもブッシュクラフトの世界観を演出。両針には焚き火を特徴とするブッシュクラフトの炎をファイアグラデーションと名付けた多色印刷で表現しました。時計のフェースにもキャンプシーンで使用される無骨な道具の金属感をイメージさせる色合いや質感を表現しました。機能はタフソーラー、マルチバンド6、トリプルセンサーが主な仕様となっております。天然由来のバイオマスの素材は PRW61 同様、バンド、裏蓋、ケースに使っております。ブッシュクラフトにインスパイアされた PRW6900、 ワイルドな世界観を伝える高品位な大型メタルベゼル、初採用の難燃素材、細部にこだわったディテールなど、これまでにない魅力的なモデルに仕上げました。ぜひお手に取ってこの新しいプロトレックをご体感ください。プロトレックは引き続きアウトドアシーンの要望に応える魅力的な商品を展開してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。